青い空、白い雲、浮かぶ地形の妙と、白亜の砂浜、などなどが、防波堤で見えつ隠れつするここは、千葉勝浦、房総半島の南の果てですね。そしてこの房総半島は、至る所に海溝が見られる、隧道キングダムとして広く知られており、中でも、この勝浦という土地は気が触れています。歩けば隧道に玉突き事故を起こすレベル。今回はそんな勝浦の、ほんの一端をお届け。海からほど近い小道を、登った先には、黒い影が前方に出現。なんか、やたら小さく見えますが、とにかく突撃、茂みに突っ込めちまえ、車両交通不可能レベル。そして素掘り、素掘りなのに道内照明完備。とこれが、房総半島の恐るべき道路感。素掘り隧道が、至極当たり前のように現役で強要されまくっている、です。事実この隧道においても、袋で釣り人兄貴とのすれ違いがありました。現役素掘り、尊い。と、出口ですね。見事な半円形の高校、職人技と、くっそい一室だー。反対側は強路に加え、ぐねぐねとしています。完全に徒歩道ですね、これは。そしてここは、漁港のただ中ですね。元は、漁師が利用した隧道だったのでしょうか。ん？海沿いの、あの岸壁。あ、穴。掘ったの？用具しまうためにわざわざ？反対側にもなんか開口してるし。脳が、トンネルー。